はい、旬な人占い、はい、昨日に引き続きまして、はい、この二人ですね、おめでたいお話でございます。はい、陣内さんと、松村アナウンサーですね。はい、本校について、はいね、6月30日入籍予定と、はい、いうことらしいですね。ね、でまあその満を持してなのかもしれませんけれども、はい、まあ、6月30日はまあ早いっちゃ早いのかな。もうでもまとまってる話だったらサクサクいくんですかね。そうですね、まあ、1ヶ月後発表から1ヶ月後くらいですか。まあ、そうですね、もちろん、うん、はいはい。で、まあその日取りの問題ももちろんありますし、はい、あとその占い的にね、うん、どうだというところもあるわけですが、うん、やっぱりねちょっと心配なんですね。心配なんですね。なるほど、はい。ちょっとなぜこのタイミングでみたいなところはありますよね。あんまりその日取りはあまり良くない。あの日取りみたいなちっちゃい話よりも、ええ、あの陣内さん今年どうして、ね、あの選ぶかなというね、もうちょっと待てばいいのにみたいな感じですよね。あ、そうなんですか。まあ、変な話ですが、はい、前の結婚がちょうど10年前のはずなんですよ。あ、そんな経つんですね。でこの方ってね、まあ、そのだから2007年に確か結婚してると思うんですよね、陣内さんって、でいわゆる10年運の切り替わりがその次の2008年ぐらいで切り替わる人なんですよ、はい、だから普通はねこういうのって新生活のスタートって運が新しくなったから変わるみたいなのがいいんだけども、はい、なぜかこの人って運が変わる1年前ぐらいに慌てて結婚する癖のある人なんですよ。そうするとねその時良かったのかもしれないけど翌年ぐらいに状況がガラッと変わっちゃうという時を、まあ、知ってか知らずかなぜか選ぶんですよね。だから今回も2017年なんで、うん、来年ぐらいに10年運が切り替わっちゃうんですよ。そうすると今あまりにも完璧な予定を立ててしまうとその来年、いろんな想定外の要因でですね、はい、予定が崩れるようなことになるんじゃないかなというのが心配なんですよ。だから普通はやっぱり運が変わったら実行でね、まあ、その前から準備はしていたとしても、はい、よりにもよってその、ね、スタート切ってすぐ大嵐が来るときに出ることはないだろうっていうふうに思うんですけども。まあでもご本人はまあ多分知らないってことですよね。いやでもなんか逆に10年があまりにもぴったり来すぎてて、なんか誰かのアドバイスしてる占い師でもいるんじゃないのって気もするんですけどね。ちょっとね思った今回見てて、なんかあまりにもそう10年前のパターンと同じことをやろうとしてるよなっていうふうに見えたのでね、はい。まあ、でも私だったらあの年内は進めませんよと。でも今言ったようにあの決定打じゃなくてね、はい、あの来年自体がガクッと変わるぞと、うん、それを想定内に盛り込んでおけば、うんうん、あのそこもあの吸収できるぐらいのゆとりを持って進めばいいけど、今あまりにもパーフェクトな未来予想図作っちゃうと、うん、いきなり来年組み直しになるよみたいな感じと、うん、そこを気をつけていただければいいと思うんですけどね。なるほど。まあ、あとは単純にこの方はね、うん、女性問題どうなんだろうってのもありますよね。まあそうですよね。だからその奥さん側というか、うん、結婚される側がそこがやっぱ僕一番まあ心配なところなんだろうなと思うんですけど、まあ、そこら辺はまあまあ話し合いなりなんですかね、行動なりでねえ、まあ、納得してからこの結婚に至ったわけだと思うんですよね。ってことですよね、うん、まあなんともね、まあ見守っていく毎回恒例のね、恒例の毎回最後見守っていきたいと思いますっていうね。最後これしかねもう言いようがないんですけど、はい、まあ所詮ね、大きなお世話ですのでまあ温かく、はい、末永く見守っていきたいと思います。幸せに、はい、はい、ということでございます。ありがとうございました。